それは何の前触れもなく始まった。気がつけば私は赤い炎の中に立っていた。ふとした視線に、何気ない言葉に火花がはじけて、どちらからともなく恋に落ちてしまったことを知る。ダメよ、そっちへ行っちゃ。ダメよ、そっちを見ちゃ。だけど危ない方へ、危ない方へつま先が揺れる。目に見えない不思議な力に操られて、私たちは一体どこまで行くの？目に見えない不思議な力に導かれて、私たちは一体どこまで行くの？どんどん深い海に落ちていくようだった。懐かしい、温かい、力強い、あの光から遠く離れて。それはほんの気まぐれかもしれない。だけどとても深い愛かもしれない。遠い海の底であなたが呼んでた。ただ私を呼んでた。そんな燃えるような恋を知りたくて、でもいざとなったら怖くて逃げ出しちゃうかも。愛する人に愛されるってどんな感じかしら。好きになるんじゃなかったって思うくらい好きになるのってどんな感じかしら。目に見えない不思議な力に操られて、私たちは一体どこまで行くの？目に見えない不思議な力に導かれて、私たちは一体